と、はい、こんにちは、多聞丸のパンコレチャンネル提督の多聞丸です。本日は、10月の11日、天気は、晴れですね。昨日はだいぶ台風ですね、進路がどちらに来るのかっていうので、だいぶ気にされた方は多いんじゃないのかなと思いますけども、幸いなことに、南の方に抜けていきましたので、良かったのかななんては思っています。あ、久保九さん、今日も、早速のコメントありがとうございます。今日も元気に配信していこうと思います。昨日はエキストラオペレーション5-5の第2次サーモン会議ですね、こちらの攻略をしようということで、やっていましたけども、本日もその引き続き、行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、画面の方を切り替えたいと思います。昨日は3つの、舞台を、分けて出演期待させていました。なかなかボスに到達する前に連休にですね、阻まれて、なかなか先に進めないというのが昨日の現状でしたので、本日はそこをちょっと改良をしておりますので、そこをちょっと紹介してから出撃したいと思います。では最初の艦隊ですね。最初の艦隊は上のルートですね。こちらの最初の、こちらの、ピーマスから、ケーマス、そして、ピーマスを行って、ボスに行くというような流れだったんですけども、このピーマスですね、だいぶ苦戦を強いられまして、先に進めなかったっていうのが昨日の現状でした。なので、そこの対策としまして、ちょっと艦隊の装備ですね、こちらの方を変更しております。こちら、サラトガに関しては、装甲空母になってますけども、マーク2の段階ですと、夜間戦闘ができませんので、こちらの夜間作戦航空要員、プラス熟練コンバイン、熟練コンバインはなくても、夜間作戦要員がいれば夜間攻撃が可能になりますので、こちらで、攻撃力をまず上げるというのと、どうしても回避の値が71と低いものですから、走行値は99と高いんですけども、これはバルジですね。こちらの装甲のバルジで、上げております。なんとか中波までで収めてくれれば、十分働きをしてくれるんじゃないかと思っています。2番艦は武蔵ですね。昨日は水上戦闘機を乗せていたんですけども、現状の航空戦力でも、優勢が取れそうなので、そこを下ろして、電端ですね。こちらで命中率と火力を向上させると、いった対策を施しています。走行値は126と高いですから、よほどのことがない限り大破はないと思いますので、このままの設定で行かせてもらいます。ヤマトに関しては特に変わりはありません。耐久装甲士ともに、申し分ないので、あとは火力の部分が、どうしても武蔵に比べますとね、スロットルが少ないせいで、
あ、しゃけさん、どうもこんにちはです。今日もゆっくり見ていってください。あまりここは、ヤマトも、火力200を超えている段階なので、十分な火力を持っているというふうに思われます。はい、そして大砲に関しては、まあ、サートガニよりもさらに回避が低いということと、なかなか、まあ、攻撃重視にしておりますね。感情攻撃機は天山村田隊と優勢の601航空隊、そして水星の601航空隊を配備して、まあ、攻撃特化にしてあります。あとは、まあ、ストーセスバルチを搭載してなんとか、まあ、こちらも装甲空母なので中波で抑えてくれればという思いで設定してあります。そしてアイオワに関しては、まあ、特にヤマトとムハシとそう変わりはありませんが、ただやはり火力がどうしても167と低いので、こちらの、そう野戦とか行きますとね、やはり188も この南方聖姫の耐久で言いますか、走行値があるものですから、まあ、これを抜くことができないので、どうしようかな。やっぱ鉄鋼弾乗せた方がいいのかな。よし、鉄鋼弾乗せよう。ちょっと鉄鋼弾で少しでも火力をですね稼いでいきましょう。まだ回収終わってないですけどね。そうなんですよね、武蔵は5スロットですし、非常にスペックも高い反面、こう燃費の方がですね桁違いなので、武蔵石出撃させるよりも、まあ、駆逐艦6隻出撃させた方が安いというのは、まあ本当にもう決戦兵器ならではといったところでしょうか。そして、最後はイントレビットですね。こちらは正規空母なので、まあ、特に周波になってしまうと、まあ、攻撃ができないといった点、ありますので、まあ、制空値の方をちょっと高めに設定させてもらって、あとは回避も高くはないので、こちらの増設バルジですね、こちらを装備させてなんとか、まあ、大破まで行かないようにというふうにしていくかなと思っています。まあ、先ほど武蔵の水上戦闘機を下ろしちゃったので、まあ、攻撃隊も今回流星のこの一光線のですね熟練にちょっと変えてあるので、若干対空値も稼いではいるんですけど、もう一スロットル艦船ですね搭載させて、まあ、万全を期したいなということでいきましょう。こちらはそうしましたら、何がいいかな、これ普段使ってないこちらのイタリア戦闘艦船でも使ってみますか。火力プラス1、対空11、回避が3ということで、こちらをちょっと使ってみましょう。あと、支援艦隊をちょっとまだセットしてなかったので、こちらのセットも完了次第出撃していきたいと思います。支援の方は、今後ヒエー春菜、航空母艦は、こちらは、ジョンリューで、はい、機動部隊機関航空母艦運輸末病する。昨日は、こちら明け物ですね。おぼろを機関にしていきましょう。こちらそして決戦の方は、ガンクードと、こちら主力艦隊抜擢をする。命中を考えましてウォースパイトですね。あとは、こちら、はい、USSBB45 コロラドクラスネームシップコロラド、ではついてきなさい。
コロちゃんこと、コロラドですね。はい。そして天城も、出撃準備が整っています。そして今回は第7駆逐隊から、牛尾ですね。さざ波を帰還していきます。まあ、駆逐艦に関しては特に火力というよりは、まあ、命中重視で設定させまして、こちらの33号は水上電弾ですね、装備させて。ただあまり電弾の数はそこまで揃ってないので、ちょっとこちらは22号でちょっと妥協しましょう。これが近代化階層で、少し自分に自信が持てるようになるといい。できれば全員助けます。よし、これで、支援艦隊の準備も整いました。任務も今回は、この国の秋いいですね。サラ、この季節好きかもしれません。あれ、皆さん装備の手入れを始めて。負けませんから。では、支援前衛支援艦隊、艦隊決戦、艦隊も、準備完了ということで、今回出撃ですね、こちらのこの後行ってまいりましょう。さあ、今日はどんな展開になるのか、楽しみです。祭りをします。続いて、いや、今日は、なんかいつもに比べますとね、台風の影響でしょうか、気温がちょっと昨日と比べまして高い感じがしておりますので、若干暑いなぁと思っております。皆さんのところはいかがでしょうか。では最初の来撃はなんとかしのげそうですが、2発目の来撃は、こちらも、サラトが少々ダメージを負ってしまいましたけども、まあ、問題なさそうですね。対戦の攻撃力がないのでね、ここがちょっと敗北してしまうのが、まあ、コンディション値が若干下がってしまうのが考えものですね。はい、ではここは、単重陣で先制攻撃ですね、こちらで今突破を図っていきたいと思います。陰形陣ですから、こちらの攻撃が、まあ、通れば特に問題ないのかなと思いますね。あ、いいですね、相手の空母も、初段で大破まで、まあ、支援の艦隊も、まあ、十分、ダメージを与えることができましたので、あとは残っているのは、まあ、機関ですか。こちらの攻撃も、ヤマトの攻撃でなんとか落とせましたね。さすがに今回は火力をちょっと集中していますので、無事に突破できましたね。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回戦もお任せくださいね。それでは、まあ昨日からのこのポイントですね。さて、相手の編成が、まあ、エリートであれば、まあ、先制ライン機が飛んでくるし、まあ、ノーマルでも、まあ、突破できるかどうかは戦ってみないと分かりませんけども、まあ、皆さんを信じていきたいと思います。航空隊発艦始め。行きます。
今回は、先制攻撃で、落とすことができたので、かなりいい開幕ですね。なんとかここも、突破ですね、することができましたね。ただ、この編成は索敵地云々ではなくて、戦艦と空母の数が5隻以上の場合は、それちゃう場合があるので、まだ羅針盤との勝負が残っておりますね。よろしくお願いします。では、この羅針盤ちゃんと下に向いてくれればいいんですけども、よろしくお願いしますよ。 SE なんで今回はボスに行けそうですね。ですね、この南方石さんですね、ちょっと画面切り替えますけども、ちょっと見切れちゃってますけど、耐久はそれほどではないんですけども、走行時が188というのがくせもので、先ほどのヤマトの火力が200ですね、超えてますんで、抜ければ抜けるんですけど、愛用が出るとちょっとこの走行で抜くことができないんですよね、なので、できる限りサラトが武蔵ヤマトですね、この3隻で、ダメージを与えていければ突破できるんじゃないかと思っております。それでは単純陣で戦闘開始です。みんな頑張ってきてください。相手は、レキュー2隻の、完全な、強編成できましたね。しかも単獣人ですから、もう殴り合い必死ですね。やってしまうしかないんですが、おいいダメージが入って2発で大砲の中波、サラトガも、小波、まだまだ戦闘能力が残っているので、まずは1隻武蔵の攻撃も相手の駆逐艦を沈黙と、サラの攻撃が霊柩を落として、アイオワの攻撃がちょっとやっぱり走行が通らないもんですからね、大砲の攻撃で、割合でもいいのでなんとか与えてほしい、さすが霊柩を落としていく。サラの攻撃でもう一発と、アイオワは今回は悲願対等艦ということで、やれましたね。やはり、先制攻撃がだいぶ、効果を発揮してくれましたので、今回はこの編成で、勝利を取ることができました。かなり、強引な戦い方ですけども、これでも私は大和型、削ることができますね。当然か。しかし礼は受け取ろう。ただ対戦能力がないので、S 勝利は取れないというのが、この艦隊の、特徴になりますね。金剛お姉様の妹分ヒレです。経験を積んで姉様に少しでも近づきたいです。はい、ヒレさん、今回は支援艦隊で頑張ってもらっています。よろしくお願いします、作戦完了です、提督。まずは、1回目ですね、取れましたね。そしてこの、弾薬の消費量、野戦まで行ってないのでまだマシですけども、やはりこれだけ見ると
ちょっと引いてしまいますね。あ、休校津軽さん、どうもこんにちはです。今日もゆっくり見ていってください。いや、やっぱり戦艦で殴り合うのが爽快なので、なかなか殴り合うとこですね、する場面が少ない昨今なので。日本の高性能バスにお世話になるしかないわ。よし、たまには、まあ、そこら辺を見せれたのかなと思います。 Sorry、 少しだけ休みます、提督。はい、それでは次の編成ですね、こちら、次が、正飛空母2以下、駆逐プラス2ということで、B マス、F マス、J マス、そして P マスと、ここも、結局 P マス通ることになるんですけども、そしてボスマスに行く、準ウェルートというやつですね。昨日はちょっとこの部隊がかなり苦戦をしてましたので、そこの編成も、ちょっと考えたんですけども、あんまりいい案が浮かびませんでした。一応編成ですね、そちらの方を今お見せしたいと思います。飛竜に関しては、艦船ですね、こちら艦上爆撃機、祝い隊ですね。特に野戦は書いてないんですけども、野戦もできるということで、装備させております。そしてこちらの、TBM の先日、加賀3人部で褒章された、装備になります。本来ですと、対戦能力が高いので、そちらを生かしたいところではあるんですが、雷装も高いので、まず今回は使ってみたいと思います。そして、こちらは、烈風海2の犬型一光線熟練ですね。こちらは、夜間戦闘機だからということでの配置となっています。そして、でこちらにも夜間作戦航空要員プラス、熟練コンバイン、こちらを載せてありますので、装甲空母ではないために勝敗までだったら、野戦参加も、見越せるということで、とにかく攻撃力ですね、こちらを高めて、できれば昼戦で終わればそれに越したことはないんですけども、とどめを刺すという意味で装備させてあります。そして今回はイタリア戦艦のイタリアを、選んでいます。ちょっと火力がどうしても足りないところがあるので、145だからもう5、6は欲しいところなんですけどね。ただ、さっきの編成に比べると航空機の数がちょっと不足してしまうので、航空優勢が取れない可能性があるので、推薦を載せているのがちょっと、火力をちょっと落としている原因でもありますね。もうちょっと火力の高い砲塔にしてみてもいいんだけど、そうなるとこっちか。でもあんまり変わんないんだよな、22だからな。いいか、これで行ってみよう。ローマも、ほぼ同じ装備ですね。火力はローマの方が、高くなっているのは、こちらの、16インチ3連装砲のマーク
6ですね、モッド6。なぜか、まあ、火力が上がるといった装備なので、うん、これで若干高めな火力が出ているのと、こちらの、まあ、ソードフィッシュマーク3の回の水蒸気型ですね、まあ、これも火力を上げる補正値がありますので、若干高めな設定となっております。うん、そして4番艦は、総流ですね。まあ、総流に関しては、まあ、エグサ隊がかなり、まあ、火力をアップさせるといった要因があるので装備させているのと、もちろん爆装置命中が高いのとあります。あ、ただ、どうしても艦船が稼げないので、残りのスロットは全部艦上戦闘機ですね。こちらには岩本隊と、まあ、冷戦の熟練ですね、こちらの回収済みのものと、烈風の601空ですね、乗せて、だいぶこちらは、まあ、防御りの設定となっております。選ぶ駆逐艦は今回は遊雲型駆逐艦から、遊雲海2を選んでいます。若干対空のカットインですね、装備させて、あと対戦の装備もさせています。まあ、若干走行値に問題があるので、こちらの増設バルチで、まあ、持ちこたえてほしいなということで装備させてあります。まあ、前回のイベントでもだいぶこの編成で、回帰突破できましたので採用してみていきたいと思います。そして、風雲は前回と同じです。こちらも、まあ、連撃装備にしてますけども、合計値で167ですから、これだと多分カットインで抜けないんで、ライン風するか、魚雷に変えましょう。ここは、カットインにしてなんとか少しでもダメージを当てられるようにしていきたいと思います。5連装酸素魚雷の、マックスと、あと装備できそうな6連装酸素魚雷のマックスですね。こちら何魚雷誘爆しないのがいいな。これで、雷装置が181になりますので、まあ、クリティカルが出れば、まあ、それでも中杯になってしまうと走行抜けなかったりするので、まあ、うまくボス戦まで残ってくれればといったとこですかね。まあ、以上の感じの、第2艦隊になります。それでは、支援艦隊の出撃を持って、第2艦隊の出撃をさせていきたいと思います。負けませんから。まあ、前回も支援艦隊ですね、だいぶ働いてくれましたので、今回も働いてくれればなんとかボスマスまではいけると思っております。では、出撃していきましょう。艦隊出撃、徹底的に叩きましょう。敵も怠りなく。この艦隊の場合は、そうですね、戦艦空母が4なので、羅針盤には左右されないんですけど、索敵地は多分ギリギリじゃないかなと思いますね、設定上では。潜水艦が単王陣なので、まあ、おそらく攻撃が通らなくても、まあ、ダメージはそれほど、ちゃんと大破まで持っていってくれましたね。これだったら問題ありません。はい、こちらですと先ほどの艦隊と違って、対戦攻撃ができますのでね、ちゃんと敗北というのがないといったメリットはありますね。
でこちらは、こちらの方向ですね、マスを選んでいきましょう。まあ、ここも、それほど強力な艦隊ではないので、問題はないと思いますけども、でも油断は禁物です。先制攻撃でほとんどの艦にダメージが与えることができましたので、あと残るのは敵駆逐艦のみとなっております。きちんとあの、まあ、予定していた戦闘力が、発揮されましたね。また私なの。いいけれど別に、まあ嬉しくはあるわね。まあローマンもこういう感じでツンツンしてますけども、まあ、非常に可愛い乾物ですね。よ、私マヤってんだ。よろしくな。はい、マヤさんよろしくお願いします。それでは、進んでいきましょう。さあ、でまた、こちらのマスに来てしまいましたね。先ほどは先制攻撃で落としてしまったので雷撃が飛んできませんでしたけども、今回はどうでしょうか。では単獣陣で、戦闘開始していきたいと思います。このダメージは、風雲の行ってしまいましたか。まさか風雲がやられるとは思わなかった。やはり敵は侮れませんね。やはり飛竜の攻撃力であれば、一撃で霊柩を落とすことはできるんですけども、先制攻撃たばかりは、叩けなかったですね。まあ、できれば、ボス戦でちょっと戦闘力を見たかったんですけども、まあ仕方がありません。でも飛竜の戦闘力はそう順分に見ることができましたので、問題ないと思います。ここはおとなしく撤退しましょう。艦隊が帰投しました。 MI 作戦の次はまだ早いですね。今回は下を狙ってきましたか。となれば、次回は、走行地のため、ビットリオベネト9戦艦4番艦ローマ、こんばんは。戦闘派バンジョールの、そうですね、イタリアは運の値が35度高いので、まあイタリアを最高位にして、まあ総理を5番艦に変えてですか。
んな感じにしてちょっと様子を見ましょうか。だいぶ、昨日のあの放送の後ですね、まあ任務をこなそうと思ってだいぶあの艦隊を出撃させてみたところ、だいぶあの損傷感が増えてしまって、もう1ページ丸々大破という状況になってしまいました。まあ仕方ないです、これは。まあ平日ですね、まあ順番に直して行かないといけないといったところですが、補給ありがたいです。これでまた補給ですね。お腹いっぱいに補給きた、これうまそれでは、次の舞台ですね、こちらの艦隊ですね。こちらは、中央の下ルートですね、最初の B マスから、F マス、そして能動分岐で、D マスといって H マス、N マス、そして能動分岐の O マスから S マスということで、まあ、昨日唯一あのゲージを消した艦隊ですね、こちらの艦隊でもう一度、出撃となっていきます。特別編成の方は、変えてはいません。まあ、長門ですね。こちら、長門タッチのための、装備ですね。主砲、そして、電弾と鉄鋼弾と。まあ、鉄鋼弾回、本当に強力な、装備なんですけども、これがなかなか、作るのが大変だったのに、さらに、素材が大変だということで、まだ、まあ、プラス2で止まっていますけども、まあ、イベントまでには4までには上げていきたいなとは考えています。はい、そして、いつも、同様の装備ですね。鉄鋼弾ですね。はい、主砲、鉄鋼弾、電弾ですね。で熊野は、まあ、主砲と偵察機と、あとは、まあ、航空補助と。ということで水上偵察機を装備、まあ、フレッチャーに関しては、まあ、対空と対戦ですね、まあ、そちらの対応をしてもらっております。そして夕立ちは、まあ、カットインですね、そちらの攻撃と、まあ、対戦と、まあ、こちらの組み合わせができて対戦値が100になっているのが非常に力強いところですね。鈴屋はもうすべて、まあ、ガン積みということで、まあ、制空担当になっております。強くなってるじゃん。これで熊野には負けないね。まあ、対回避が高いので走行値も考えれば、まあ、一撃大破はないと思いますので、こちらの艦隊での出撃をしたいと思います。それでは、用意が整いましたので、まあ、支援艦隊と、そして負けませんから、まあ、今回は、まあ、第3艦隊と呼称しますけども、こちらの艦隊を出撃させていきたいと思います。戦艦長門出撃するぞ、続け。
それでは、単王陣ですね、こちらを選んで、まあ最初の攻撃で改装されたビッグセブンの力、まあ機関にダメージが入れば一番理想なんですけども、なかなかまあそうはいかないのが他の、さすがにここは通らないですね、チームは、よし、回避、同行戦なのでまあ2往復しますから、おそらく、まあ、全滅まで持っていけると思いたいんですけど、かわされちゃいましたね、一発だけもらいましたね、でもムツがかわしてくれましたので、ここはノーダメージということになりますね。はい、まあ、ここも、問題なく突破できました。結構頑張ったっぽい。提督さん、褒めて褒めて。よし、では次の、能動分岐の方に移動していきたいと思います。こちらディーモスですね。このナガトを侮る。まあ昨日旧骨ガラさんが言われた通り、あのこちら補給艦でもあの行くことができるルートなので、あのまあどうしても、うまくいかないときはそちらの編成ですね、そちらも考えておりますので、まあ、今はこちらの編成で、まあ、とりあえず突破できるかどうか試していきたいと思います。先制攻撃はそうですね、長友がダメージを負ってしまいましたけども、まあ、支援艦隊の攻撃で敵の航空隊は、まあ、もう攻撃ができないということで、だいぶいい感じで進めそうですね。ちょっと熊野に集中攻撃されているのが気になるところですけども、あとは突球だけですね。突球は2回とも当ててきますが、さすがにやりますね。東王が出ました。ちょっと熊野だけダメージ受けちゃいましたけども、まだ、まあ、中波なので問題ないと思います。そんなこともあるわよね。悪い気はしないわ。はい。はい、ムツさんのこの浴衣姿はいいですね。まあ、浴衣というか着物姿ですね。提督、覚えてくださいね。はい、アタモさん、よろしくお願いします。あとはここですね。水雷戦隊なので。まあ、たまにクリティカルをもらって撤退する時があるんですけども、まあ、油断せずここは単純陣で、向かっていきたいと思います。改装されたビッグセブンの力、侮るな。敵は、副従陣の、水雷戦隊で突球が2体と、まあ、従来装艦の攻撃が一番怖いので、そこをなんとか当ててくれればだいぶ楽にはなるんですけども、方向戦ならこちらの攻撃が通らなくても大ダメージにならないというところはありますが、もうだいぶこちらの攻撃が通りましたね。いいですね。胸が熱いほどいいです。これで、先に進めそうです。勝利ということで。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば、ビビたるものだが、もらっておこうか。それでは、あとはポスマスの、羅針盤ですね。まあ昨日から索敵地をいじって。なかったはずなので大丈夫だとは思いますけども、どうでしょうか。
はい、偵察機が出ましたので、ボスマスに行けそうですね。まあ、昨日はもう昼戦で叩いてしまったぐらい調子が良かったんですけど、今回は、果たしてどうでしょうか。まあ、長戸たちのためにはちゃんとこう定型陣ですね、選ばないと効果が発揮されませんので選んでいきます。それでは戦闘開始。改造されたビッグセブンの力、侮るな。やっぱり戦闘形態は、先ほどの単獣人よりはマシですけどもね、ただ当ててくる分だけ厄介ですね。副獣人となっております。ささなみ艦隊でいいダメージが出ました。ん、あ、機関に行ってしまったけど防ぎましたね。投稿戦出ました。長戸タッチ発動しました。さあ1、2、3、うん、下に行ってしまいましたが、うん、まあ、レキュー2隻は落とせましたので、あとはまあダメージを与えていくだけになりますけど、まあ、戦闘形態の関係上通常よりも 50% 低下してますので、やっぱり野戦までこれは持ち込む展開ですね。やはり野戦まで持ち込む結果となりましたけども、では野戦突入していきましょう。よし、艦隊、この長戸に続け。全主砲戦車てそうですね、まあ、全体的に通して、先制攻撃がよく通りましたね、うん、やはり被弾をしてしまうと、まあ、一方的に今度はダメージを負ってしまいますので、うん、あ、ヒエさんですね、うん、経験を積んで姉様に少しでも近づきたいです。はい、今回も、新艦隊で頑張ってもらっております。これで無事に、2回目になるかもしれないですね。あ、ヒューコツガラさん、参考にしていただければ、幸いです、はい。今のところ、3回出撃して、まあ、2回ゲージを削ることができましたので、まあ、続いて今回も、最初の舞台ですね、あ、初見さん、越後セルヒオさんでよろしいでしょうか。あ、よろしくお願いします。多聞丸の提督をやっております。カンコレチャンネルやっております、提督の多聞丸です。本日は、まあ、ゴノゴのエキストラオペレーションですね、こちらの攻略をやっております。まあ、任務をやったりするのがまあ、メインではありますけども、まあ、皆さんからいただいたコメントとかですね、何かアドバイスいただいたりとか、アドバイスできたり、そういった感じの、番組運営を心がけようとしておりますので、一つよろしくお願いします。今のところ、ゲージの削り具合は3回ですので、おそらくあと3回削れれば、まあ、クリアなのかなといったところですね。よろしくお願いいたします。艦隊は先ほどの、上の艦隊ですね、こちらパターン1、戦艦3、空母3、もう完全にもう脳筋編成での挑んでいくことになります。まあ、ルートも、それに合わせて こちらから、
まあ、B ルート、K、そして P、そして S ということで、まあ、先ほどはこの P マスですね、昨日はここで2回やられてしまいましたけども、まあ、先制攻撃で先ほどは突破できましたので、今回も、まあ、突破できればという思いで、いきたいと思います。いや、皆さん、挨拶やっぱり大事ですね。こんにちはです、よろしくお願いいたします。まあ、なかなかこの5の5っていう階級は通常第6階級ですね、そちらの階級が解放される条件として、まあ、5の5が含まれていないので、そんなに無理して過ぎする回帰ではないんですけども、ただ普段なかなか出撃機会がない大型艦ですね、そちらの、まあ、出撃をさせるといったことが一つと、あともう一つはまあ、新戦力ですね、なかなか第6回帰もそうなんですけども、大型艦が逆に出撃できないといったパターンが多いので、ここの海域はそういう意味では艦隊編成は自由にできるといったメリットがありますので、まあ、ある程度艦隊戦力で、まあ、今どのくらいでやれそうなのかなっていうところで、まあ、挑むということは、まあ、若干ね、そういう資源とかですね、そこが覚悟しないといけないんですけども、でも、まあ、最終的にボスを倒せばいいので、まあ、全滅させる必要はありませんので、まあ、そういった意味では、まあ、イベントの回帰とすごい似てるのかななんていうふうには思ってますので、うん、まあ、毎月なくてもいいので、何ヶ月かに1回でもですね、挑戦してもらえると、ある程度自分の艦隊 の, 戦力が向上してるといった試すといったところを趣旨としてやっていただければなと思います。うん、まあ、私もなかなか装甲空母は特に使う場面が限られていますので、うん、イベントでさて使おうかなと思っても、果たしてこの会議良かったのかななんていつも思ってしまいますので、まあ、ちゃんとこう普段使えるようにですね、やってみないとですね、なんていうかね、艦載機の組み方も何かこうよく分からなかったりするんですよね。うん、第一スロットルに、まあ、攻撃機を積むのが一番まあ、攻撃力が増すというのは分かってはいるんですけども。まあ、そうは言っても制空権を取らないことには艦載機の攻撃力が活かせないといったこともありますので、まあ、そのバランスをどう組んだらいいのか、まあ、相手の戦力によって、艦上戦闘機の数を減らして、まあ、攻撃機を増やすと、まあ、そうすれば、まあ、ある程度攻撃力を、まあ、活かすことができることにはなるんですけども、まあ、艦隊の編成によってはこのように突球が出てきたりしますとね、当初の制空権争いで敗れるといったことも考えられますので、そうなりますと今度は熟練度がなくなってしまうというジレンマに陥ると、まあ、そこら辺がやっぱりやってて難しいとこじゃないのかなとは思います。一応道中艦隊に関しては、すべてコンディション値をマックスまで上げて今回、出していますので、まあ、命中重視の装備も整えてありますから、おそらくそれもあってだいぶ戦闘は有利に運べているのかなと思います。まあ、準備はちょっと手前にはなるんですけど、うん、そこら辺をちょっと、用意しておかないとですね、本
本体艦隊の、負担がどうしても大きくなっちゃいますので、まあ、そこら辺を、まあ、注視して、まあ、今回は挑んでおります。ね、イントレビットもね、本当に搭載数も多いしですね、強力なんですけどもね、はい、長良さん、いいですよね、この長良さん持ってるこのイカ焼きも美味しそうですが、普段はしてるハチマキを、まあ、リボンにしてるんですよね。ですから額が白くなってるといったところも見逃せないポイントかなと思います。そして、まあ、一番のポイントですね、この P ポイント、ここ先ほどはもう先制攻撃でやっつけましたけども、今回は、大砲が勝破してますので、そこに飛んできたらちょっと大破する可能性が高いですね。多分 50% 以上の確率大破しますね。そこに行かないことだけを祈ります。トレビットで、あ、反抗戦ですね、これだったら、まあ、一発は耐えそうですね。やはり大砲に狙われましたね、でもまだまだ中波です。あ、サラの攻撃は、あ、ちょっとかすなめ、はい、よし、今度はイントレビットの攻撃で航空隊の攻撃がちょっ と通ってない感じですね。まだ時間に行ってしまいましたけども、なんとか歴を中波までには落としておきたい。中波までには落としておきたい。武蔵よろしく頼む。やってください。はい、やりましたね。はい、ありがとうございます。なんとか、ここも、突破できましたね。ちょっと、おぼつかない実況になっておりますけど、やっぱり予定通り大砲も狙われましたね。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回戦もお任せくださいね。はい、まあ、ここは、ただここですね、戦艦空母の数が5隻以上なので、羅針盤との勝負がまだ残っています。さあ、今回はどうでしょう、いけるでしょうか。 SE、はい、いけましたね。なんとか、ボスに挑戦はできそうです。先ほども、説明しましたが、南方正規ですね、まあ、耐久は380度さほどではないんですけど、この走行値が188というちょっと高いんですよね。これ昔はもっと低かったんですけども、まあ改良されたということで強力になってしまって、今日に至るといった感じがあります。なので大和型であれば主砲が200超えてるので、まあ、野戦でも十分撃破できるんですけど、それ以外の艦ですと180超えるのはなかなか難しいので、野戦よりもこの艦隊の場合ですと昼戦で、決着をつけていきたいといったところになります。では、30時に戦闘開始になります。行きます。航空隊発艦始め。敵の戦闘形態は、ここは
別級のいない艦隊でしたね。うん、でも南方正規はいますから、ここは、倒さねばなりません。そしてよし、臨系でこちらは同行。よし、あと2隻、大和の、本気であれば100は出ると思いますね。出ますね。そしてサラトガの攻撃も、届きます。これで機関の戦闘力も、有力化しましたね。さ、サラの攻撃で、やはり硬いですね。まあ、ここまでくればもう倒す必要はないんですけども、おそらく倒してしまうでしょう。さあ、大砲の攻撃で終了となります。この艦隊は対戦攻撃ができませんので、ここでもう終了となります。みんなありがとうございます。いや、ちゃんとあのゲージの方ですね、破壊できましたので本当に、ね、嬉しく思います。私は大和型、その改良2番艦だからな、当然か。しかし、やはり長と、大和型は頼りになります。うん、まあ、こういう時に、使うのが正しい運用の仕方だと思います。はい。金剛お姉様の妹分、綺麗です。経験を積んで、はい、ヒエさん。今日はヒエさん出ますね。3回目ですよ、もう。使えと言わんばかりですね。うん、わかりました。次回の、任務では、ヒエさんを、メインに使っていこうかなと思いますね。作戦完了です、提督。あ、いちごセルヒオさん、ありがとうございます。そうですね。まあ、実は、この今回は、今、戦った艦隊が2回ゲージを削っておりまして、あと第3部隊と呼ばれる中央ルートですね。そちらの艦隊が2回を削ってるんですが、私の嫁艦である飛龍の第2艦隊ですね、こちらがまだ削れてないんですね。なんとかこちらの艦隊で、実績を残していきたいといったところなんですけども、先ほどは火山雲が霊柩の雷撃で大破してしまいましたので、ちょっと5番艦6番艦をちょっと入れ替えてるんですけど、なんか今度は僧侶が狙われそうな気がしてならないですね。そうですね、鮭さん無限ループしてるかもしれないですね。まあ戦闘形態を考えれば、まあ、戦艦を上に置きたいところではあるんですが、まあ、ボスに行かないことには始まらないので、ローマをじゃあ5番艦、イタリアを6番艦にして、交流にはなんとか、頑張ってかわしてもらうということにしてもらって、2番艦にしますか。2番艦にして、よし、これでいってみよう。それでは、これで、決着になるかどうかは、分かりませんが、まずは支援艦隊ですね。はい、第7駆逐隊による、支援艦隊として、こちら、この準ウェルートと呼ばれる艦隊ですね。
最初の対戦マスから、F マスの能動分岐を通って J マス、そして P マス、S マスと、やっぱりこの P マスですね、ここを突破できるかどうかがまっすぐかかっているというところになります。それでは、なんとかまずボスマスまで生きてみたい生かせてください。索敵は十分、十分です。制空値も、十分足りてます。あとは、戦闘形態だけですね。定型陣はちょっと危ないんですが、ローマにダメージが。機関の潜水艦だけが残って、今回は5番艦を狙ってくるパターンですね。本当にこれはオカルトなんですけども、大体戦闘で狙われている艦というのはこう、一貫して狙ってくるというパターンがあるので、できるだけ戦闘形態ですね、道中で撤退するような時は艦隊の編成を変えますね。順番をできるだけ同じ順番の艦隊には一番耐久や運の値の高い艦ムスに変更すると。これはもう自分で勝手に思っているやり方なんですけども、やっぱり何ていうかな、闇雲にこう連続出撃してもいい結果が得られなかったといった、そういう思いから編成をいじるようにはしています。装備とか、そもそも艦名を入れ替えるといった必要性があるとなると、そこはもう完全に、戦略そのものが変わってしまいますので、できる限り、最初に選んだ艦ムスでですね、戦闘を貫徹できる。あとその装備以外でいじれるといえば、もう編成の順番をいじるくらいしか、思いつかないかったというのもあるんですけどね。なんとか2番艦と3番艦ですかね。急行津軽さんはやけに4番から狙われですか。そうですよね。やっぱり狙ってくるところってこう集中攻撃してきますので、それが最後のボスマスまで行ってるんであれば、かえってそれはありがたいんですけど、道中でそれやられますとね、もう撤退やもなしなので、そこら辺は、雰囲気ですね。ちょっとふわっとしてますけどね。私の名は四季並み。以後よろしく。はい、四季並み。本当四季並みはほっぺが、かわいい、ツンツンしたい、そういう乾物です。解任になって、ちょっと、より武勲艦らしくなってしまったので、そういう要素は減ってしまいましたけども、それでも、可愛いのに変わりはありませんので、今回は出番がありませんでしたが、次回以降の作戦でお見せしたいなと思います。それでは、このレキューポイント来ましたので、今度はどうなるかな。まず先制攻撃がどれだけ与えられるか、そこにかかっていますね。2交戦攻撃隊
今回は弱編成といえばあれですけども、先制攻撃はしてこない。しかしながら、敵のフラッグシップの戦艦の威力は一撃で持っていかれますので、まだまだ、油断はできないですね。同行戦ならなおさらですね。あ、初弾はかわせましたね。次弾も、総理なんとかかわしてくれました。そこが一番怖かったんですよね。あとは雷球の攻撃する前に、叩いてしまうという必勝パターンで勝利を奪っていきたいというものですね。はい、こちらも勝利を、やられましたね。よかった。まずボスまで行くことが今回目標だったので、これでまず目標は達成ですね。どうよ、ね、カモン丸見ててくれた。はい、見ております。やはりこの飛竜の攻撃力はですね、随一なので、おそらくボス戦も、今度は綾波が来ましたね。シナミも来れば次は綾波と、先日浸水日だったということでの紹介もさせていただきましたけども、やっぱり運の値がですね、非常に買いになると高くなるといったところもありますし、そうではなくてもノーマルでも十分野戦火力が高いので、前回のイベントではお世話になりました。それでは、羅針盤はここの編成ですと特に問題ないので、あ、それるの今それちゃった。あららら、索敵士が足りなかったのかな。やってしまいましたね。せっかく抜けたのにボスに行けないということで、残念。それる、これでそれるのか。やっちゃったな。これが俗に言う東海ですかね。やってしまいましたね。索敵地がちょっと足りなかったのかな。そもそもボスマスにこの艦隊で一回行ってるからな。でも索敵地は補助すれば、いいことなので。補給ありがたいです。補給ですね。補給来たらね、うまー。そうなるとここをいじるしかないかな。水上電弾、多分これで索敵地は向上するので。使わせていただきますね。ダメか、回収値の落ち入ってるもんな。逆に落ちちゃう。ユーグモは改装中、覗かないでね。そうなると、そうですね、ランダムですね。でもそれでも、よし、じゃあ確実にするにはもう左右を積んでいくしかないですけどね。どうかな、飛竜。そうなると若干対空戦闘がおろそかになっちゃうんだよな。よし、今回は、もう一度、この艦隊でいきたいと思います。多分中央ルートの
艦隊ですとね、そのままストレートに行ってしまいそうな感じがするので、そうすると出番がなくなってしまいますので、この艦隊でもう一度、出撃していきたいと思います。何？あまりジロジロ見ないで。ちゃんと、すみません。少しダメージを受けました。ちょっと汚れちゃった。総流もちょっと受けてるな。総流も直して、ごめんなさい、ちょっとお化粧直します。ああそうですね、越後ひれセルヒオさんが言うように、そこも大体確率的には3分の1なんですかね、ノーマル編成っていうのが。そこのエッジ打ちますか。ピーマスが、4パターンあって、レキューエース、レキューエース、レキューエースの何3回、4分の1になりますからね。それでも赤パターンを引いたとしても、先制攻撃をしてしまえばそれで済むことなので。出撃をしていきましょう。支援艦隊もまだ十分戦力が残ってますので、戦っていけます。おぼろですね。そしてさざ波と、そして、第2艦隊ですね。こちらの出撃をしていきたいと思います。徹底的に叩きましょう。索敵も怠りなく。はい、まずは、単王陣で、いきたいと思います。二光線攻撃隊発艦。潜水艦の数が多いですね。6隻も出されると、全て叩くのは無理なので、イタリア頼む。よし、イタリアカンメスも、なかなか強力ですのでね。このカザクモの戦果が、そう、まあ悪い気分じゃないかな。今度のイベントに向けて欧州艦も連動ですね、もう少し上げておきたいっていう意味も含めての編成になってはいるんですけども。まずはここを突破することが、最重要ですね。二光線攻撃隊発艦。さあ、敵は鬼系陣ですので、おそらく攻撃は、初段さえ防げれば消そうな感じはするんですが、ちょっと戦力が集中しすぎた感はありますけどね。お、さすがユーグモ。
よし、まずは突きを落として補給の攻撃で、うん、ここをかわしてくれれば、あとはうん、これもかわせましたね、うん、あとはここですね。今回イタリア狙われてますね。戦闘形態が輪形陣だったので、まあ、さほど、まあ、脅威ではなかったんですけど、これが単獣陣とか複獣陣とかなりますとね、うん、空母の攻撃力もちょっと侮れなくなってきます。うん、よし、まずは、先ほどの、デキューのところにもう一度、うん、行きたいと思いますね。我が輩が艦隊に加わる以上、もう索敵の心配はないぞ。そうですね、船さんが加わればもう索敵の心配は全くなくなりますので、うん、まあ、その代わり利根方はいつもどの海域で切るかというのが、うん、悩みの種でもありますね、うん、さあもう 何が来ても全力で行くだけですね。戦闘開始でしょう。開始になります。みんな頑張ってきてください。今回も編成はもうこれ以上ないものを入れました。あとは戦闘形態がどういったものになるかによりますね、うん、では支援艦隊おぼろ頼む、やってやってくれ。よし、あとは敵の、攻撃力が届く前に、こちらの攻撃を当てていきたいところですね。よし、ここは、うん、敵の戦艦落とせましたので、うん、ここで飛竜の攻撃を、通したいというところで、まあ、ちょっとオーバーキルですけども、もう倒すだけでしたね、はい、なんとか、うん、突破を果たしてもらいました。はい、見ていただきました、うん、やはりこの火力が絶対正義ということを、まあ、証明できたのかなと思います。あの、はい、軽巡洋艦陣痛です。はい、陣痛さん、どうかよろしくお願いします。陣痛さんを使う水雷戦はもうこちらもまあ、最終決戦ということで、うん、まあ、前回イベントだとどこで使ったんだっけ、うん、いけないな、そんなことでは、まあ、でも切り札であることに変わりはありません。では進撃ですね。さあ今回だとちゃんといけるのかどうなのか見てみましょう。はい、はい、SE 出ましたね。ちゃんと今回は、うん、策敵が成功しておりますので、戦闘開始ということになりますが、まあ、再三言うように、南方聖騎姫ですね、対装甲値が上がっておりますので、まあ、野戦まで持ち込んでなんとか倒していきたいと思います。それでは戦闘開始、みんな頑張ってきてください。複獣陣の、うん、ダブルレキューですね、うん、もう相手にとって不足はありません。対空戦で、あ、優勢取れてない、航空拮抗状態ですね。艦船落としちゃってますからね。支援艦隊の攻撃もまあ十分ですけども、あ、どっ
ちも戦艦にぶっ刺さりましたね。まずい。こうなるともうカットインでぶち抜くしかない展開になってきましたが、あー風雲にダメージが入ってしまって、もう風雲カットインはもう狙いませんので、なんとかまず数は減らしておきたい。もう一隻はなんとか落としてもらいたい。ブロックされましたね。ダメージはなんとか入ったんですけどね。これは飛竜のカットインが刺さるしかない状態になってしまいましたね。では、ちょっと望み的には3分の1ですけども、やってみましょうか。野戦攻撃、嫁艦の攻撃は空母に行って、足りない足りないいや機関には行ったんですけど、やっぱちょっと制空値が取れてなかったので、デッキを落としきれなかったのがちょっと問題でしたね。ちょっとこの艦隊の戦力が、足りてなかったということが判明しました。それが分かっただけでも免許ものです。はい、艦隊が起動しました。 MI 作戦の次は、でも攻撃力は十分、見せられたのかなと思います。風雲が残っていればあのカットインでまだ可能性あったんですけども、そんなそこまで望んでしまうとなかなか難しくなってきてしまうので、飛竜でとどめさせたかったんですけどね。今回はやむを得ません。第三艦隊でいきます。はい、中央ルート第三艦隊ですね。長門にとどめをさせてもらいましょう。やはりもう少しそちらの、イタリア艦ではなくて長門方をそこに入れればおそらくもっと安定はするんですけどもね。ちょっとお化粧直してくるわね。やっぱ動くとお腹減るよね。よし、支援艦隊も、十分まだいけますね。よし、それでは、これで、今日はこれが、最後の出撃ということで、勝って負けでもこれで最後という感じにさせていただきとうございます。この戦いが終わったら、今日は何の日コーナーですね、それを、やらせていただいて、終了という感じにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。でもきっと勝ってくれるでしょうと勝手に思っております。長門はやってくれますので、負けませんから。前衛艦隊、支援艦隊ともに出していきます。それでは、第二次サーモン回帰、今回、故障第三艦隊中央ルートですね、行きたいと思います。いや、本当南方世紀のね、あの装甲が150くらいだったら、クリティカルでも十分抜けるはずなんですけど、180はやっぱり高いんだよな。大体その数字っていうのは通常の駆逐艦の回の状態で近代化回収をマックスにした上で
まあ、三叉魚雷の5連装マックスを、まあ、2本積んだ状態でも抜けないですからね。3本積んでようやく、まあ、勝負になるといったそういう火力にも必要になりますから、うん、まあ、当然あの小中波では走行は抜けないですし、まあ、その上クリティカルを出さなければいけないとなりますと、うん、まあ、ただ単純にあの連動を見ただけではあの、まあ、1歩か2歩ですね、ちょっと届かないっていう感じになっちゃうんですよね、うん、なので昨今あの、まあ、イベントで特攻艦と呼ばれる倍率が 1.23倍乗せした状態でなんとか、まあ、走行値ですね抜くことができる、まあ、予約勝負になるっていうのが、まあ、最近の、まあ、ボスの耐久力になってますので、なかなか前提条件も難しいですし、まあ、その前にその追犯艦を全て何払っておかないとそもそもそこまで到達できないというのも悩みの種ですから、うん、まあ、それをするためにはこの、まあ、支援艦隊ですねの育成、まあ、とりわけ命中率の向上ですね、こちらを重視してある程度、まあ、途中艦隊の支援を強化することができれば、うん、まあ、ボスに挑戦できる可能性は高まってくるというところではあるんですけども、まあ、ある程度、そうですね、まあ、この海域が唯一、まあ、救いがあるとすれば、あの道中にあの強力な潜水艦が存在しないといったところぐらいですかね。もしここに潜水養生なんか一人置かれたもんならもう皆さんいつもお世話になっております。ブレネイで、駆逐艦の機関として、頑張ってもらっております。本当にあの道中の潜水艦の脅威はやはり一番の、まあ、対策ができるんだけど対策しちゃうと、まあ、決戦するための戦力が低下するということがありますので、まあ、できるだけ通常艦隊で抜けられるだけの戦力ですね、まあ、対戦装備も用意しておかなくちゃいけないし、やることはまだまだたくさんありますね。駆逐艦のレベルもある程度高まれば先制爆雷攻撃もできることはできるんですけども、まあ、それを数を揃えていこうとすると今度また、大変なことになってきますからね、まあ、この道中艦隊中央ルート艦隊はまあ、上の2つの艦隊に比べますと、まあ、道中霊柩に合わないといった、まあ、利点があるので比較的ここまでは楽に来れるようなイメージなんですけどもね。ただ長遠くのカットインが出ないとそれで崩壊するという編成ではありますので、あとはそこだけですね。では羅針盤はちゃんと向いてくれたかな。はい、ちゃんとボスの方に向いていただきました。この長と侮るな。はい、まあ、ここで、慌てて単獣陣を選ばないように定型陣ですねきちんと選んで長とタッチ、まあ、これに全てをかけるということで戦闘開始となります。改装されたビッグセブンの力侮るなよ。
戦闘形態は、臨形時の敵急がなしの展開、南方正規姫ですから、うん、まあ少々、うん、まあでもとにかく勝つことが重要なので、ここまで来ますね、全力でやりましょう。同行戦となります。はい、長戸タッチの発動をもって、攻撃開始と 2,3 と、いや、まあ敵いなかったのでちょっと過剰な戦力になってしまいましたけども、うん、まあ、勝ってしまいました。みんなありがとうありがとうございます。うん、まあ昼戦で終わってしまって、まあこれで良かったのかなというところですが、あ、越後セルヒオさんどうもありがとうございます。ね、まあきちんと勝利することができましたので、まあこれはこれで戦力的には、まあこの艦隊が一番安定はしてるんですけどもね、でもやっぱり飛竜で勝ちたかったということが一番。はい、ブーちゃん出ましたね。あ、これはたまたま、まあ、ブーちゃんが出たから話をするわけではないんですけども、一応次回はまたカンムスの浸水日をやろうと思ってます。でその浸水日が確かブーちゃんだったはず、うん、確かブーちゃんが確か15日だったと思うので、そうですね、10月の15日ですね、浸水日になってますので、一応次回はその日に放送といいますか配信をするつもりです。先に出ちゃってますけどね、うん、これはたまたまですね。艦隊起動だ。よし。はい、まあやはり連合艦隊機関は盾ではないといったところをお見せできたかなと思います。それでは、今日のこの何の日ですね、やっていきたいと思いますので、ちょっと準備します。本日10月11日ですね、こちらは日付が10月は相対気温が一気に 10% 以上も下がる季節なので、乾燥が始まるケースでもあるということ、まあ手にいい日、まあ手が10にいいですね、手にいいのいいを11と読んで、1月11日を記念日としているそうです。まあ、手肌の乾燥で悩んでいる人にハンドケアの意識を、手洗いを予防するためのハンドクリーム、やっぱりこの時期になりますとね、手洗い、して、なんて言いますか、こう、まあ、荒れてくるとね、水に手をつけるのが痛いといった状況になりますから、こういう、季節は、まあ、ハンドクリームですね、特に手を洗うと言いますと、まあ、飲食業の方とかですね、まあ、医療関係者の方なんかもそうですし、まあ、普段の、まあ、最近ですと衛生観念も考えますと手洗いは重要ではあるんですけども、手洗いしすぎると今度手が荒れてしまうということがありまして、ハンドクリームやっぱり
っかりですね、使うことで、まあ、手の、なんていうんですか、まあ、乾燥を防ぐという効果が記載できますので、まあ、この時期はある程度そうですね、ハンドクリーム使うようにしてもらえれば健康にもいいのかなと思っています。一応今回紹介させてもらっているこの、ハンドクリームは、ボディエイプロフェッショナルプロテクションとかっていう名前の、ちょっと愛知県名古屋市に本社を置く、カエタステクノロジーの会社から、販売されている、製品だそうです。まあ、もしご興味がある方でしたらネットでくぐっていただければ、まあ、それなりにいいコメント書かれてますので、まあ、これに限らず市販のハンドクリームでも全然効果あると思いますので、そしてこの、まあ、秋を乗り切っていきましょうという感じで、本日の配信を終了させていただきたいと思います。本日は、またご視聴ですね、お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、いつも見に来ていただいていらっしゃる方、まだ初めて今回ですね見に来ていただいた方もいらっしゃいますし、まあ、たもまるのカンコレチャンネル、まあ、私自分で、まあ、趣味でやってるような感じなんですけども、まあ、こういった任務ですね、あとは回避攻略とか、あとは、まあ、カムスの紹介とか、まだやっていこうと思います。ちょっとなかなか毎日はちょっと難しくなっちゃったので、まあ、その分加工するときは、まあ、ある程度内容をですね、詰めて、やっていこうと思いますので、たもまるのカンコレチャンネル、まあ、登録ですね、もう皆さんされてると思うんですけど、まだの方は、ぜひ登録していただきまして、合わせて高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴のほどありがとうございました。そしてお疲れ様でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。